私は今慶応義塾大学でスススポーツビジネスとスペイン語についいてて勉強をしています私がスポーツビジネスを勉強しようと思ったのはもともと地元の栃木県にプロバスケットボールチームがあってそこのスタッフの方々と交流する機会がたくさんあって私もこういう仕事についてこれから社会に出た時にあのこういう仕事もあるんだよっていうのを 小さい子供たちだったりあの日本の人たちに伝えられたらいいなと思って勉強しています慶応義塾大学に進学することを選んだのは私の父が同じ慶応に通っていたからです慶応父が通っていたから行きたいとすぐに思ったわけではなくて私の父の友人たちに会うときにあこんな素敵な人たちに こ,この慶応に行ったら出会えるんだっていうのを知ったので、私も慶応大学に行ったら、たくさんの素敵な友人に出会えるのではないかと思って、慶応に行くことを選決めました。